こんばんみゃす。ここに生誕祭の風船がねある。なんか見覚えあるなと思ったら、そうそう、でかっ。ここにあるんです、まだ。こんばんは、ポポちゃん、ありがとう。ナングラをね、したいんです。しなあかん、どうしよう。したいんですよ。ナングラしないんですか？するよ。何がいいと思う？そうやね、何がいいかな。どんなかき氷がいい？さあ、ルルルさん、ありがとうございます。隣は誰？ここどこってめっちゃ来てる。どこでしょう？ここのかん、ここは、よかったね、先輩たちに可愛がられて。本当だね。え、可愛がってるんですか？どこでしょう？うん、一応可愛がってる。一応可愛がってる、うん、一応ね、うん、レイコさんはもう可愛がってないんじゃない？え、こんなに可愛がってんのに。いや、全然可愛がってないよ。え、いや、もうシオンがもうチューする時も全然、うん、それはそうやろ。もう嫌がってる、嫌がってる。それはそうやろ。いやいやいや、もう西馬とかはめっちゃ可愛がってる、うん、それはそうやろ。なんで。おもろい。それはそうやろ。おもろいわ。え、もういいですよ。あ、そう、今はね、結婚でプライベートなのでお耳つけてます。待って、どうしよう。かき氷見えますか？こっち 見えにくいな。前田さん可愛いです。こっち来た、韓国の方で。ありがとう。カムサミー。あ、かき氷だらけで滑りまくるやって。あ、いや、どうやって滑るんやろ。だから滑り台みたいなかき氷した。あ、かき氷がもう滑り台。むずそれか、ツルツルのかき氷にして。あ、金子さんの頭みたいな感じ。あ、そうそうそう。氷、牡蠣の部分ない、氷。あー、もうつるってる。あ、なるほどね。そうそうそう。え、ちょっと裏に書いたらさ、なんかこうあるやん、お皿が、うん、そう、こうあるやん。なんかレイコさん、ゆまちゃんとね、ご飯行ったらしいです。あ、こういう感じでいいってこと？あ、そう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 、で水晶これでいい、小入り、これ滑る。うん、もうそれでなんかちょっとあのソースでも垂らして。あ、いいや、決まりました。そうします。鬼スクショ撮った。そう、うん、氷やんそれ、うん、そう、そういうこと、そういうこと。なんかどっちもつってってめっちゃ思う。ガルフィーとかごついネックレス大好き。お、嬉しい。私もガルフィー大好き。そう、ユイナはね、まだあのおめかしユイナです。今、誰が、今日はすっぴんじゃないのって、ユイナ、うん、ボサボサのメガネじゃないのって。うん、生誕で話した。あ、そうや、そうや、そうや、話されたやつや。まだ私メガネの人大好き。マジでもさ、メガネのさ、ここがさ、めっちゃ緩くてさ、今、もうさ、ここでさ、なんか、ごちそうさまじゃなくて、なんか、こんなんでいつも勉強してる。私のは何がいいと思いますか？なんか泣きそう、なんで？なんで？なんで泣きそうな？どんな氷がいいと思う？かき氷がいいと思いますか？やばい、マジで心ないねんけど、どうすればいい？いや、でも西馬韓国人ですよ、皆さん。どういうこと、どういうこと？ハーフだって。あ、そうなん？はい、お父さんかな。へえ。なんか器にさ、めっちゃいびつやねんけど、見る？左右キョロキョロしてて可愛い。いや、本当にもうなんかどっちも気をつけなきゃいけないんです、私。可愛い顔見れて嬉しかった。頑張ってね。今日も可愛い。ありがとう。マングース？マングースいっちゃうの？マングース。マングースいっちゃう？いっちゃうの？マングース。こんばんみゃ。トラちゃんありがとう。こんばんみゃす。猫のスマホケースかわいい。こっちに、絶対こっちのやつ見てきた。いろいろ何しよっかな。なおちゃんありがとう、かわいい。 NMB っぽい何しとく。ひょう。あ、じゃあもうひょうでキャラメルソースいっぱいつけてチョコ、丸いチョコしたらひょうですよ。もうだからひょうってことやろ。むずっ。波乗りかき氷にするじゃん。いいね。波乗りかき氷、あなたが好きなもの。終わった。あ、確かにかき氷じゃなくてもいいかもね。どういうこと。赤やろ。どう考えても赤やろ。柿の氷。あー、かき氷ね。いや、柿確かにめっちゃさ上手に柿書いて、あの生物の、 あの、ね、凍ってる感じの海鮮の方のかき書いて、氷添えて、かき氷。めっちゃいいやん。絶対1位やん。
確かに。私もう狙ってないからな、ほんまに欲しいもん以外狙わんからな、いやほんまに欲しいもん狙って取れるのがすごいよな。取れるんですか、うん、この前のうかさんのやつも狙ってたもんな、うん、もう使ってます。何だっけあれ、マッサージ。あーめっちゃいいな、うん、めっちゃ凝ってて今もうやばくて、なんか取りつかれてんちゃうかぐらい、これ痛い痛い痛い、取りつかれてるんちゃうかぐらい凝ってて、すごいよな。あ、波乗り使ってた？波乗り。じゃあやっぱり牡蠣、牡蠣、あの貝殻の牡蠣もあんで。あ、そう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 。あ、牡蠣に凍らしといたらいいんじゃん、周り。そっち、そっちの海鮮の牡蠣の氷。今日の23時59分まで。じゃあ皆さんが、うん、あの何ぐらい頑張ってるので、どっちの方がいい？うん、いい。シゲル、シゲルはもうそれ。あ、びっくりした。なんや。パルク喋らなきゃいけない私は。そうなん？どこにいるん？下に今ペロってされた。あっちゃん。かわいい。ペロされたわね。かわいい、かわいい。え、来る、来れるんですか？来ようと思えば来れるけどビビりやねんな。ね。エレベーターも怖がってる。美味しさが普通に。ね、美味しそうよね。ちょっとその牡蠣を描ける絵心が私にあるか分からんけど。あれは？あの果物の牡蠣。それおもんなくない？なんか。海鮮の牡蠣やからこそ、うん、確かに、そう、味が想像つかへんみたいな。確かにちょっとキモいですもんね。どういうこと？濃いメンバーの配信で泣きそうやって。果物の牡蠣は可愛いから。めちゃめちゃ濃いな。うん、確かに。これ濃いですか？牡蠣派？濃いしてる？一周回って。いろいろ渋滞してるから私は黙々と絵を描いちゃう。はい、消火器、ね、お題はなんか、うん、とりあえずかき氷、ね、12さん、ゴーシーさんありがとうございます。確かにそんな感じだった。みちゃんさん、一歩取られたかある。10位、ももちゃんありがとうございます。もうただただなんかもうかき氷の概念を全部壊して、1倍さんありがとうございます。ただのかきと氷。マイコルさんありがとうございます。ツルピカ滑る氷って書いてこうかな。サルルクはルナオさんありがとうございます。さっきなんかファンの人が氷氷って書いてたで、なんかそれあったんかった、あった氷氷ってさ。2位まーちゃんさんありがとうございます。1位オリアジュシさんありがとうございます。ダジャレかな。オリアジュシさんホノピーか、大好き。あー、1位おめでとう。あ、タワーもありがとうございます。氷氷、そう、まさにタワーマンションになりました。ありがとうございます。氷氷にね、氷に氷ってどう書くの？氷でもこの配信が終わってもこっちかこっちに行ってるので、ひらがな全部書くか。コリゴリのコリはあれじゃないの、凝ってるのコリじゃないの。凝ってるのコリか。初めのどうもちょこっと。はい、皆さんバイバイ。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 あやとみ。あ、器がね。なるほどなるほど。あ、そう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 。氷氷、じゃあもうそうします。私はもう頑張ってカキカキますね、うん、この後カキ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 、この後カキカキます。あ、氷氷、あ、なるほど、うわ、うまい、なるほどね、カキが出てくる感じで書いて、カキ氷氷、カキ氷。あー、なるほど、むずどうで、どう出そうかな、むずあ、どういうことですか？むずいね。ほら、もうフランクフルトでいいんじゃない？どういうこと？もう石場って分からんわ。いや、もうドーナツでいいんじゃない？ん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 ？分からへん、それは。ほら、こんばんは。どうやって降臨させようかな。むずっ。なんかめっちゃ横ハードル高いことしてるんですけど。ね、使ってない T シャツあります？あるある。いっぱいあるよ。使ってないっていうかもう使い切れない T シャツが今ある、ズボンは持ってるんですけど、王者の椅子かなんか、なんかさ、王様の椅子かなんかに座らせて、この前だってこれ以上泊まりに来てるけど全部服貸したからな、私貸したよな、貸した。うわー、これちょっとな、飲まないとはなんとなくさ書けんねんけど、そのかける絵心があるか分からへん、ちょっと頑張れるけど、やばい、こっから進まへんねんけど、ピカピカに見えるんかな、これピンスポでな、そう、見える見える、するか、ピカーン。まあちょっと頑張ってみますわ。頑張ってください、頑張ってください、頑張ってみます、頑張ってください。よし、じゃあそれにします。あとは時間内にかけるか、どういけんな、いいや、いいや、いいや。滑るってどこに書いたらいい？
器にすべって書いてある、ね、すべすべうんうん、いいと思う。あとは氷氷って書くだけ。どうしよう、氷、あ、ゴリ、ゴリにしようか迷うな。ゴリラ違う、ゴリコリルの、どうしようかな、スポットライト。デグマッチョゴリマッチョ、うん、デグマッチョゴリマッチョ。やばい、もうずっと頭の中でラブラドールレトリバー、なんでだ誰か歌ってたっけさっきまで。いや、どっちかって波乗りかき氷やろ。ずっと流れてる今。ラブラドール走って波打ち際へ。犬いるからじゃない、そっち。ラブラドールちゃうで。僕らを誘うよ砂の上よいか。ペロペロしてそんな美味しいか、わしの手は美味しいのか、美味しいのか、美味しいやな、美味しいねんて美味しいみたいです。美味しいねんて。犬と話せるんやなんとなく伝わるわ。あ、かわいい。今首かしげた。うん、そうそう、 MV がな、氷氷テンション高い。確かにちょっと高めかもしれへんな。高めのツインテールでお願いします。それはちょっと氷氷って書いとこうかな。うん、もうあとはゆいなのセンスだ。氷って買った感じの方がいい。氷氷、うん、氷はなんて書くの。コルの氷。あー、いいんじゃないの。手がめっちゃ長いんですけど一人で遊んでる。え、長かった。おいお腹すいた。それな。あ、メガネ持ってきた。ね、あれメガネ忘れたっけ。あ、原さんがかき氷。あ、もうでも原さん、かきの方のかきやる。私はあの魚介の方のかきやすから。しかもかき氷やし。いけるいける。むずいって。もう原さんもむずいねんって。いけるいける。もうなんなん、ゼロゼロ、ゼロゼロラインは変なやつしかおらんから。変なやつしかおらん。マジそれな。ゼロゼロ少ないし。少ないな。こいつがやめるから2人になっちゃう。いや、え、原さんと1人になるわ。だって原さんゼロ1やもん。そうや。もう貴重ですよ皆さん、第一に扱ってください私の。あなた、私のこと。ゼロゼロはもう一人ですよ。なんかライブでレイコさんとゼロゼロだから、うん、なんかさせてほしかったな。そう言うたらよかったやん今思いつく。そう言うたらよかったやん。遅い。もうグラビアしたやん。そうやん、一緒にしてたやん。一回撮影はしたからもう、うん、満足ではないけどね。満足っていう感じかな。そう、ほんまに絶滅。あ、なんかマスク加えてんで。え？え？私のマスク持ってきたで。私のや。おい、私のや。取れ。取れ？マスク加えてたで。食べるもんじゃないよ。あ、どっか行った？あら、カバンの中あさられたんじゃん。ちょっと俺の。取ってき。カバン取ってき。あのちょっと抜け。カバンここに置きや。あさられんで。あのあれやで、あの気つけてやこの線。うん。あのね、頑張ってカバン上に置いてた方がいい。絶対返してください。そう、パルがいたずらしてますあのね、一人で誰も遊んでくれへんからしれーっと加えて持ってた。あ、どこ行った。もう取り返したらかまれんで。え、どこ行ったんですか犬。あ、多分ソファーの下。え、ゆかたんがかき氷書いてた。あ、じゃあ大丈夫、かき氷やからあ、いたー、かわいい。かわいいんかい。なんかめっちゃなんか潰れてます。あ、そうそうそう、ソファーの下潰れんねん。かわいい。細、ほんとに細認定してくれる。このお腹氷こご氷こ、はい、これでいい。うん、いいじゃない。もういいや、これでできた。絶対取り返されへん。うちが保証するわ。来ない。もうマスクあげるから。あげるから、こっち来てよ。わーい、やった。みんなが細いって褒めてくれた。細いよ十分わーい、嬉しい。とりあえず
カバンを上に上げ確かにそう私みたいにやっぱ2回目となるとそう大事ね大事よやったね待って遊んでくれない多分マスク取り返そうって思われてね3枚ほどしてるいやマスクいらないからこっち来てよいやでも私ねこの前採寸したんやけど3センチぐらい太くなっててめっちゃショックやったいやでもめっちゃ久しぶりじゃなかった採寸、うん、くっそショックやったまあそんなにダイエットしてなかった時に採寸してしたっていうのもあるけどめっちゃショックやったからちょっとピエンでしたピエンピエンパオンできたはいじゃあ私はこの配信終わったら頑張ってかき氷を描きます私は描き終えました確かにその分ね縦に伸びてほしいよねもう縦に伸びひんよ私ね全然変わらんかったもん抜き打ちなでもほとんど抜き打ちやったよなほぼ抜き打ちいや今みたいな分かるもう今やんのみたいななんかそれ言われた次の日に採寸のメンバーもいればあの次の次の日の人もいればぐらいの感じだった確かにくださいからなんかもうライブ直後にやってくれたらまだ痩せたのにチャイム、うん、ライブのさ微妙な後やったよな微妙な後やったからこそいい感じに食べた時やったよなそう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 もうなんもないイエーイって食べた時に採寸やったからバリ悔しい、はい、嬉しいまあそれがアイドルの宿命ってやつです、うん、でも逆にそこの時測っといたらライブの時細くなって詰めれるから確かに嬉しいよ体験管理をしっかりしますということで大事ねそんなこんなでじゃあ私お腹が空いたので私もそろそろ終わりたいと思いますちょっとねかけました12時まで書かないといけないそうね書かないといけないので何それスノーマンのなんかスノーマンパーみたいなあのクレヨンしんちゃんのクレヨンしんちゃんの雪だるまの名前が何だっけスノーマンパーかわいいの靴下かわいいこれの名前があ見て見てスノーマンパー昨日当たったやつ初めて知ったこいつにまず名前あるんやと思ってありますよ韓国ではもうスノーマンパーっていうやつがすごい人気です、うん、初めて知ってんけどこいつに需要あるんいやないかもしれないシオンだけが好きかもしれないかわいい、はい、めっちゃおもろくないこの人の顔が、これが一番欲しかったです明日これを履くのということで、はい一緒に読もうはい OK です順位発表しますいきます、はい、13位ジニーさんシュウさんありがとうございます。12位海太郎さんアサマックさんありがとうございます。11位、ビートポテトさんワイタンありがとうございます。10位ユウさんガンズンありがとうございます。9位ユウユウショウくんありがとうございます。8位ベニハルカちゃんバックンありがとうございます。7位ヒソウさん峠さんありがとうございます。6位サカさんむっちゃんありがとうございます。5位カエデ野原しんのすけのすけありがとうございます。4位アイカボスさんありがとうございます。3位ゆうきちゃんアッキーありがとうございます。2位たーくんしろありがとうございます。1位たかさんリクタンさんありがとうございます。ということで素晴らしいありがとうございます皆さんありがとうみんなちょっと考えてくれてちょっと今から頑張って書くね頑張って書いてありがとうマジで助かりました。私も助かりましたありがとうございます。またねこれで間に合いました。バイバイまたバイバイじゃあジンジャーエールジンジャーエールジンジャーエールまだまだピザは来ないけどジンジャーエールジンジャーエールありがとうございました。ママがハーゲンダッツ買ってくれてるからやっと、ね、みんなで食べようね。バイバイ。バイバイ。